ダニエル・コンスタンティン・マリーのジュニアはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のアメリカンフットボール元選手。現役時代のポジションはクォーターバック。NFL のマイアミドルフィンズで1983年から1999年までプレーした。現役引退までに NFL のパス記録を多く作ったがスーパーボール出場は NFL2 年目の1984年シーズンの第19回スーパーボールのみ。この時は、ジョーモンタナのサンフランシスコ 49ers ナナに16から38で敗れて、優勝はならなかった。典型的なポケットパッサーであり、クイックリリースと強権でドルフィンズの一時代を築いた。ピッツバーグで生まれた彼は、高校時代には野球とアメリカンフットボールを行い、 投手として95マイルのボールを投げて1979年の MLB ドラフトでカンザスシティロイヤルズに指名されたが入団せず大学に進学しカレッジフットボールで活躍することを目指した1年次にピッツバーグ大学とウェストバージニア大学との間で恒例となった試合で彼は252ヤードを投げると共に FG を1本決めて試合は24から17で勝利した 3年時に行われた1982年のシュガーボールでは残り1分を切ったところで決勝の TD パスを成功させジョージア大学を破った。こうした活躍を見せたものの彼はハイズマンショには選ばれなかった。4年時のコットンボールではエリック・ディッカーソン、クレイグ・ジェームスのいた南メソジスト大学に3から7で破れた。1983年1月4日。 新興アメリカンフットボールリーグであるユスフルのロサンゼルスエクスプレスがドラフトで彼を指名したが入団せず1983年の NFL ドラフトでも彼は注目されたが膝の故障のため機動性に欠けると判断された彼は一巡目でマイアミドルフィンズに指名されて入団したが QB としては6人目の指名であったテリー・ブラッド賞の衰えが見え始めたマリーノの 地元チームであるピッツバーグスティーラーズはドルフィンズより早い指名権を持っていたが DT のガブリエル・リベラを指名した。ドルフィンズに入団した彼はデビット・ウッドリーの控え q b となりに試合にリリーフで出場した後第6週のバッファロー・ビルズ戦で初先発した。この試合はオーバータイムの末35から38で敗れた。ルーキーシーズンに彼は QB レーティング96.0の新記録を作った。この記録は2004年にベン・ロスリスバーガーの98.1に更新されるまで NFL 記録として残った。彼はプロボールに選出されるとともにプロボール出場初の先発 QB に選ばれた。彼のルーキーシーズンは雨の中のプレーオフでシアトルシーホークスにバンクルは背で敗れて終わった。この3試合前に ヒューストン・オイラーズとの試合で負傷した、彼は続く2試合を欠場していた。これ以降1993年にアキレス腱を負傷して欠場するまで145試合連続出場を果たしている。2年目の1984年に彼はシーズン TD 数48、シーズンパス獲得5084ヤードなど、NFL のパス記録を6つ更新した。14勝2敗で終えたドルフィンズは、 ホームフィールドアドバンテージを獲得し、シアトルシーホークスを31から10、ピッツバーグスティーラーズを45から28で破り、AFC を制し第19回スーパーボウルに出場した。スーパーボウルでは、ペンシルベニア州西部出身の2人の QB に注目が集まった。プレーオフ2試合で74回選択された、ランプレーはわずか8回にとどまり、 マリーノのパスは50回中29回成功、1TD パス、2インターセプトに終わり試合は16から38で、敗れた。1985年12月2日のシカゴベアーズとのマンデーナイトフットボールでは、パス27回中14回成功、270ヤード、3TD パスを投げる活躍を見せて、それまで12連勝していたベアーズに土をつけた。 チームは2年連続 AFC チャンピオンシップゲームに進出したが、ニューイングランドペートリオッツのディフェンスがインターセプト2回、ファンブルリカバー4回を上げる活躍を見せて14から31でドルフィンズは敗れた。マイアミオレンジボールでドルフィンズがペートリオッツに敗れたのは1966年から初のことであった。1988年10月23日には、 パス521ヤードを獲得 3TD を挙げた。1992年10月18日のニューイングランドペイトリオッツ戦で17回目となる4つ以上のタッチダウンパスを成功、ジョニー・ユナイタスの NFL 記録に並んだ。マリーヌは現役17年間のうち10回プレイオフに出場を果たしたが、 AFC チャンピオンシップゲームに出場したのは1992年終了後のプレイオフが最後となった。1990年から1995年の間にバッファロー・ビルズとジム・ケリーはサンド・マリーノのスーパーボール出場の夢を砕いた。1993年10月のクリーブランド・ブラウンズ戦で右アキレス腱を痛めて負傷退場。 控え級 QB のスコット・ミッチェルが代役を務めた。ドルフィンズはシーズンの最後の5試合に連敗し、プレーオフをチームは逃した。シーズンオフにミッチェルはデトロイト・ライオンズに移籍、ドルフィンズはクリーブランド・ブラウンズのバーニー・コーザーを控え級 QB として獲得した。1994年の開幕戦はニューイングランド・ペートリオッツのドリュー・ブレッドソーとのパスの投げ合いになった。 デーゲームでフロリダ・マーリンズの試合に使われたフィールドは抜かるんでいたがマリーノはパス42回中23回成功で473ヤードを獲得。一方、ブレッドソーはパス51回中32回成功で421ヤードを獲得。二人の QB は合計で894ヤード。QTD を上げて試合は39から35でドルフィンズが勝利した。 またアウェイのニューヨークジェッツ戦では、スパイクのフェイクを行い TD パスを成功させている。10勝6敗でシーズンを終えたチームは、プレーオフで、モンタナのカンザスシティチーフスを破ったものの、サンディエゴチャージャーズ戦で、ハーフタイムに21から6とリードしたものの21から22と、僅差で敗れた。このシーズン、マリーノは4435ヤードを投げて、 カムバック賞に選ばれた。1995年、フラン・ターケントンが持っていた NFL 記録、パス見、投げ、パス成功、パス獲得ヤード、TD パス記録を更新した。シーズンが終了するとドンシュラヘッドコーチが辞任し、ジミー・ジョンソンが公認のヘッドコーチに就任した。スーパーボールを連覇していたジョンソンヘッドコーチは、 ボールコントロールオフェンスを攻撃の中心としようと、星下が彼が在籍した4年間優秀なランニングバックは、現れず有効なランニングゲームは行われることは、なかった。1999年に怪我で1ヶ月ほど、欠場した後、先発したダラスカウボーイズとのサンクスギビングデーに行われた、試合で彼は5インターセプトを与えてしまった。 残り5試合で4敗して9勝7敗となったものの、かろうじてプレーオフに出場を果たしたマリーノは、キングドーム最後の試合となったアウェーでのシアトルシーホークス戦で自身37回目の第4球における逆転勝ちを果たしたが翌週に行われたジャクソンビルジャガーズに7から62で敗れ、この試合がマリーノの現役最後の試合となった。シーズン終了後に、 ドルフィンズのヘッドコーチ、ジミー・ジョンソンが対談し、新ヘッドコーチに就任したデイブ・ウォンステッドが、ジェイ・フィードラーを獲得すると、マリーノは、チームの構想外となり、2000年3月13日、現役引退を表明した。NFL 歴代3位の147勝を挙げると、共に、プロボールに9回選ばれて、オールプロにも8回、オール AFC にも6回選ばれた。 1999年にスポーティングニュースが選ぶ偉大な100人のアメリカンフットボール選手の27位に名前を連ねた。2000年9月17日にプロプレイヤースタジアムで行われたボルチモア・レイブンズ戦のハーフタイムに彼の背番号13を永久欠番とするセレモニーが行われた。その時点でのドルフィンズの永久欠番はボブ・グリーシーの12番のみであった。 2003年にはカレッジフットボール殿堂入りを果たした。2005年8月7日にスティーブ・ヤング、ベニー・フリードマン、フリッツ・ポラードと共にプロフットボール殿堂入りを果たした。殿堂入りの際のスピーチ中に彼は元チームメイトでホットラインを築いていたマーク・クレイトンへのパスを投げた。NFL のシーズン中、彼は CBS スポーツのザ・ NFL ト o d a のコメンテーターを務めている。 また以前は HBO のインサイドザ・ NFL を担当していた。現在彼は妻や6人の子供と共にフロリダ州フォートローダーデールに住んでいる。また、サウスカロライナ州キアワー島、カリフォルニア州サンフランシスコ、ワイオミング州ララミーに別荘を持っている。俳優としても活動しており、1994年にはエースベンチュラに出演し、ジムキャリーや コートニー・コックスと共演した。また2000年には、アダム・サンドラー脚本のリトル・ニッキーには本人役としてカメを出演している。他にもザ・シンプソンズ、エディ・マーフィ主演のホーリーマン、バッド・ボーイズ・ニ・バットでもカメを出演を果たした。エニー・ギブン・サンデーの制作される際には、コンサルタントとして協力している。この映画で、 デニス・クエードが演じたジャック・ルーニーという役柄は彼を参考にしたキャラクターであると見る批評家もいる。実際に映画の中でルーニーが住んでいた家はマリーノの家である。また、フロリダ州南部にダンマリのエスタウン・タバーンというレストランをコーラル・スプリングス、ォートローダーデールの2カ所に開いた。2005年にダンマリのエス・ファイン・フード・ド・スピリッツと名前を変えたが2006年には、 両店舗とも閉店した。2007年にマイアミ、セントピーターズバーグ、ラスベガス、オーランドに店を開いた。現在はマイアミとラスベガスの2店舗のみが営業している。彼はまたフーターズ、パパジョンズピザ、バイアグラ、経費的抹消神経電気刺激の広告に出演している。1998年にはナスカードライバーのビルエリオットと共にナスカー。 レーシングチーム、エリオット・マリーのレーシングの共同オーナーとなり、ウィンストンカップシリーズに参戦した。予選を知することもしばしばであったが、フェニックス・インターナショナル・レースウェイで行われたレースでは、トップ5に入った。ありがとうございます。